4つ目の質問に参りたいと思います。今真ん中に座っておられます梨田監督の印象、それから梨田監督について、何かこう知っていること、そういったものがあれば、教えていただきたいと思います。率直にダジャレです。第一印象は、笑顔が素敵な方だと思いました。ユーモアがあってかっこいい方だなっていうふうに思いました。すごいダンディーで、おしゃれで、すごい笑顔もかっこよくて、ダジャレも面白くて、とてもいい監督さんだなっていうイメージがあります。体が大きくて、すごいオーラがありました。僕も思ったよりも、大きくてオーラがあって、でやっぱ大人の男性といいますか、渋さがあってかっこいいなと思いました。はい。やっぱりダジャレですね。すごく心から優しい方だなと思いました。非常にユニークな方で、トークにダジャレとかを交えたすごいおしゃれな方で、すごいいい人だと思いました。ありがとうございます。梨田監督、監督像というよりは理想の男性像みたいな話が多かったかと思うんですが、感想いかがでしょう。いや、そうですね、みんなのお父さんというね、お父さん以上かもしれないんですけども、あんまり怖いというふうに思ってもらいたくないんで、本当に同じレベルで同じようにこれから頑張りたいと思うんでね、遠慮せずにどんどんね話してもらいたいなというのが一つですし、セントラルリーグの監督さんは全部40代と、でパリーグも40代50代と、で僕は12球団で最年長なんですけども、気持ちはものすごく若いんで、彼らのエネルギーをですね吸い取って、若くなりますんで、ダジャレに、ね、ついてきてちょっとニコッと笑顔が出るぐらいだといい選手になれる。これはもう間違いないから。分かった？みんなでマイクを持って。分かった？分かった？はい、はい、OK。ありがとうございました。吸い取りすぎないように、お願いしたいと思います。